ハイランドリールはアイルランドで生産された競争馬である。主なカチクラは2015年セクレタリアトステークス、香港バーズ、2016年キング・ジョージ6世・六世クイーン・エリザベス・ステークス、ブリーダーズ・カップ・ターフ、2017年コロネーション・カップ、プリンス・オブ・ウェールズ・ステークス、香港・バーズである。また、多数の名馬を育て上げてきた英団。 オブライエン9社の中で一番多く賞金を稼いだ馬でもある。6月12日レパーズタウン競馬場の未勝利戦でデビューし2着。2戦目となった7月1日の未勝利戦で勝ち上がると7月30日のヴィンテージステークスも制して2連勝となる。初戦のフランス2戦ギニーは6着。続くフランスダービーは2着、アイリッシュダービーは5着と赤敗が続いた。 7月のゴードンステークスで久々の勝利を挙げると、米国に遠征し8月のセクレタリアとステークスに出走、積極的に逃げの手に出て、レースを引っ張り、最後の直線も後続を引き離し圧勝、G1 発制覇を飾る。その後、アイリッシュチャンピオンステークス5着の後、オーストラリアに遠征し、コックスプレートに出走し3着となる。 クレの香港バーズでは先手を取ると、向こう正面で一旦4番手に下がるも、直線で盛り返し最後は、フリント・シャートの争いを制して、解消、二度目の G1 勝ちを果たした。指導戦のドバイシー・マクラシックは4着、続くクイーン・エリザベスにセイ・カップは8着と、振るわなかったが、6月のハードウィックス・テイクスで2着となり、復調の気配を見せていた。 7月のキング・ジョージ6世クイーン・エリザベース・ステークスは積極的に先手を取ると直線に入っても脚色は衰えず、ウィングス・オブ・デザイアに一馬身1、4差を付け解消した。続くインターナショナル・ステークスはポスト・ポンドの2着、アイリッシュ・チャンピオン・ステークスはアルマンゾルの7着に敗れた。 10月2日の外旋門賞は、全2層の敗戦から9番人気と評価を下げていたが、レースでは5番鉄1層から直線で鋭く、足を伸ばすも先に抜け出したファウンドに及ばず2着となる。11月のブリーダーズカップターフは、大外12番枠から、大逃げを打つとそのまま逃げ切り、凱旋門賞の雪辱を果たし、G1.4 勝目を飾る。連がかかった月の香港バーズは、 コースターとから花を奪い逃げ、直線で後続を引き離しにかかるもゴール寸前で、里藤のクラウンにかわされ2着に敗れる。指導戦となった3月のドバイシーマークラシックでは7着と、との負けを喫したものの、6月2日のコロネーションカップでは、アイガホとの兄弟対決が注目されていたが、ハイランドリールは一番人気に応えて解消し、アイガホは6着に終わる。 続くプリンス・オブ・エールズ・ステークスは、コースタートから道中2番手に位置すると、直線で鮮やかに抜け出して、G1.6 勝目を挙げた。そして連覇をかけて挑んだ7月のキング・ジョージ6世、クイーン・エリザベス・ステークスは、エネイブルの4着に敗退した。休養を挟み、10月のチャンピオン・ステークスは、ババの良い外拉地沿いを進み、 最終コーナーで、ババの内側を合流する戦法を取ったが3着。米国に遠征し、連覇がかかった、ブリーダーズカップターフは2番手追走から直線で、一旦は先頭に立つもタリスマニックの3着に敗れ、連覇を逃した。12月10日の香港バーズは、道中2番手を進み、直線の入り口でタリスマニックに交わされたが再び、並んで刺して、 勝利、2015年以来2度目の制覇とともに、G1 競争7勝目で引退の花道を飾った。引退後は、アイルランドのクールモアスタッドで種ボバイリする。愛国、アイルランド英国、イギリス米国、アメリカ合衆国首国、アラブ首長国連邦仏国、フランス合衆、オーストラリア。ありがとうございます。